ピクシーホローゲームズ妖精たちの祭典は2011年11月9日にアメリカ合衆国のディズニーチャンネルで放送されたテレビアニメティンカーベルシリーズの一つにあたる日本のディズニーチャンネルでは2012年5月18日に初放送されている制作はディズニートゥーンスタジオとプラナスタジオ妖精たちの住むピクシーホローでは年に一度3日間に わたって、いろんな競技で、各、役割ごとの代表2名が競い合う、ピクシーホローゲームズが開催される。これまで、植物の妖精は、ピクシーホローゲームズで勝ったことはない。植物の妖精の新人クロエが代表に立候補。ロゼッタは、こういった競技に興味がなく、土や泥が苦手で汚れるのも嫌いなため、これまでずっと逃げ回っていたが、 今年はとうとう植物の養成代表に選ばれてしまった。1日目は偶然もあって、ロゼッタ黒絵組が1位になる。2日目は汚れるのを嫌がった、ロゼッタのために1位を逃した。そして3日目、ロゼッタは自分の至らなさを黒絵に謝罪、競技用の衣装を身にまとい、本気で勝負することを決意。最終決戦はカートレース、稲妻チームを先頭に、 植物チームは後方から追う展開でスタート。3箇所ある追い抜きポイントのうち最後の泥マウンテンにロゼッタは勝負をかける。ロゼッタとクロエは泥にまみれながらもひるむことなく挑んでいき、ついに稲妻チームを追い抜く。しかし稲妻チームのランブルはあろうことか植物チームのカートを稲妻で破壊するという暴挙を引き起こす。 ゴールも苦然でカートが動かなくなり、もはや優勝は無理かと思いつつも、二人はゴールに向かう。だが、ロゼッタとクロエがゴールに着くと、クラディオン女王は本大会の優勝を植物チームと告げる。理由は、稲妻チームはランブルしかゴールしていないからであった。ランブルの身勝手な行為に起こったパートナーのグリーマーはゴールを拒否したのだ。こうして、植物チームは、 悲願の初優勝を遂げたのであった。その結果には、ティンクやシルバーミストたちも歓喜のおけびをあげるのであった。ティンカーベルト輝く羽の秘密のセルブルーレイのボーナストラックとして本作が収録されている。音声は日本語吹き替え版のみありがとうございます。